をじゃあ処方してるセラピストはそれなしたことあんのかなって思ったりするんですよね。スクワットってこんなにきついんだって思って、本当にちゃんと筋肉使うとこんなにできないのかって言ってびっくりしたことがありますけど、走る、まあ、ジョギングとかでもそうですけど、やっぱりその、なんだろうな、ちょっと体を前に倒すと進みやすくなったりするじゃないですか。うんうん、なんか僕はちゃんとこう勉強する前は、こう体を前に倒すっていうのはあまり意識せずに、ああ、そうですよね。やってて、なんか上にこう跳ねるような感じで走っちゃってたんですよね。で、足を下ろすのも、こう、前に足を出さないといけないのかなって思ってたんですよ、走るときに。そうじゃなくて、なんか、プロの人たちって分析すると、足を真下に下ろそうとしてるんですよね。そうですね。うん。真下に下ろそうとすると、自然とこう、後ろの方に、なんだろう、力がかかるので、こう、前にこう進んでいけるというか、うん、そう前に足を出すと、こう、逆にこう、前からこう、後方に床反力働くんで、止めちゃうわけですよね。そうですね。うん。その走り方してたなっていうのが、今になって、ようやく分かって、まあ、それはこう自分でね、こう走りながら分析して、あ、そうなんだなと思って。うん。だからその体は本当に動かすのってすげえ大事だなと思って。あと、まあ、臨床の一場面で言うとね、SLR 一つにしても、なんか自分の体で試さないで指導してる人って、実は結構いるのかもなって思いません？とりあえず足伸ばしてあげとけみたいなのは良くないですし、ちゃんとした SLR、まあ、足関節から膝から股関節まで、ね、全部考慮してやると10回とかできないんですよ、絶対。僕はできたことが、自分自身ができたことがなくて、できたとしてももう疲労困憊。ましてやそれで、まあ、遠位部に抵抗なんかかけられたもんなら、地獄ですよね。足上がんないんですよ。しかも、真下から、一番下からかけられたら。重りつけてやってたりしますけど、かなりきついんですよね。それをじゃあ処方してるセラピストは、それな、したことあんのかなって思ったりするんですよね。なるほど。運動療法を、実際に自分がしたことあるのかと。めちゃくちゃしんどいですし、思ったより負荷が強かったり、健常人でもこんだけできないのに、高齢者に処方してるってやったらちょっと怖くなりましたね。確かにね。まあ、そう言われてみると、僕も、筋トレのプロに、広島まで、習いに行ったことあるんですよ。はい、実際に筋トレしてもらうっていう、自分の体でやってもらったんですけど、スクワットが10回確かにできなかったですね。4、5回ぐらいでもアウトになっちゃって。間違いないですね。スクワットってこんなにきついんだって思って、本当にちゃんと筋肉使うと、こんなにできないのかと思って、びっくりしたことがありましたけど、まあ、そんな感じなんですかね、やっぱりね。実際自分の体で経験すると、まあ、どんだけしんどいとか、こうすればもっとうまくできるとか、で逆にこうやっちゃうと危険とか、っていうのが知識じゃなくて体験でもう分かってないと、細かいとこがフィードバックできなかったり評価できないんですよね。そうですね。さっきの SLR にしてもスクワットにしても本当に効くやり方っていうのは分かってると、こういうふうにすれば効かないんだなっていうのも逆に分かりますしね。今までやってたこの方法は効かないんだな、これに近いやり方をすると効くんだなって、じゃあ患者さん指導するときはこれに近い方法で、ここまできつくはできないけど、これに近い方法でね、力逃げないような感じで指導しようかなってなりますよね、確かにね。本当にだからすごい習熟してるベテラン、うまいなっていう方は、もう患者さんがやっててしんどなってくるちょっと前ぐらいにとかちょっとなってきたら、あ、ここしんどいでしょって先駆けても予測してもう読んでるんですよね。分かってるっていう、それが言える、そうそうしんどいでしょって、でもうちょい頑張ったらついここしんどくなりますよみたいな、あ、ほんまやみたいな、だからこうしようね、しんどくないでしょ、あ、しんどくないっていうとこまで大体は出せるんですよね。なるほど。そこまで持っていけるっていうのが理想だし、そういう必要があると思うんですよね。もう先読みしていける。先読みしていくには知識と、そういった経験がないと、自分もこんだけやってしんどかったっていう、があると初めて相手の立場になれると思うんですよね、僕は。なるほど。ね、まあちょっとまとめると、まあ、自分で一回は体験してみましょうと。本当そうがいいですよ。ね。で、ちゃんと自分の体にまずは指導するというか、ね、自分の体でちゃんとできるのかを確認して、で、その指導方法が合ってるのか、うまくできてるかできてないかをね、まあ、自分でまずは体験してから、ちゃんと患者さんに指導しましょうね。本当にございます。そういう順番でね。はい。はい。まあ自分自身ね、僕も言ってて、あ、できてないところもあるなと思いながらね、聞いてましたけど、皆さんもきっとそうだと思うんでね、まあ、ぜひ、ね、自分の体で体験してみてください。はい。はい、ということで、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。